はい、皆さんこんばんは。本日はラ・パリジェンヌを作りたいと思います。このカクテルはブランデーをベースにバナナのディキュールとアンズのディキュール、そしてオレンジジュースをシェイクして作ります。ブランデーの香りをベースにアンズとバナナとオレンジジュースの複雑な甘みが混ざったショートカクテルになります。それでは作っていきましょう。まずはオレンジジュースを15ミリ入れます。アプリコットブランデーを15ミリ入れます。クレームドバナールを15ミリ入れます。ブランデーを15ミリ入れます。でシェイクします。ラ・パリジェンヌです。